どうも皆さん、こんにちは。今回の動画は現在特急すずらんで室蘭にやってきました。ここは室蘭の駅舎の外です。先ほど乗ってきました列車は2番線に止まっています785系特急すずらんです。そのお隣に止まっています1番線登別行きの H100 系です。今回はこちらの H100 系に乗りまして旅を進めていきます。それでは本日も最後までよろしくお願いいたします。それでは登別行き H100 系発車いたします。室蘭と母恋の間はそんなに距離がないのですぐに放送が流れます。まもなく列車は母恋に到着いたします。母恋という駅名の漢字は母に恋と書いて母恋と言います。母の思いが強い駅名なんだと感じてしまいますが、どうでしょうかね。そういうつもりでこういう駅名ができたのかは分かりません。列車は一つ目の駅母恋に到着いたしました。To open the door, please press the open button located next to the first door. This is a look.母恋では数名乗車してきました。列車は母恋を出発いたします。岬です。ホームは左側です。
降りの際は指示板前のドア横の開けるのボタンを押してドアを開けてお降りください。運賃切符は整理券とともに運賃箱にお入れください。 We will soon be arriving at Misaki. The platform is located on the left side of the train. Please press the open button located next to the first door to open the door and exit the train. 画面が真っ暗だと思いますが映してはいません。音だけ録音しています。さてどこで置いたんでしょうか。一番前のドア横の開けるのボタンでドアを開きます。終点は上り列車です。到着した駅は輪西駅です。それでは上り別行き H100系こちら発車いたします。なんとなくキハ40とかを見てしまいますとH100系の加速力はやはり速いなと感じます。さて輪西に着きましたが雨がかなり降ってきました。ちょっと映像的には分かりにくいと思いますが、まあ中降りぐらいな雨です。桜も綺麗に咲いています。輪西駅ではノーライン行きの普通列車を撮影するために降りました。奥にあります桜がとても綺麗です。そしてこのカーブしているホーム、この後 H100系ノロライン行きが入線してきますと言っている間に H100系ノロライン行きが入線してきました。さてこの後乗る列車なんですが、先ほど放送で流れてしまいました通り札幌行きの列車に乗ります。それでは札幌行きの列車と言いますと、先ほど新札幌からロダンに乗ってきました特急スズランの車両です。現在乗っています普通列車札幌行き、こちらの車内を紹介したいと思っていましたが、今回の動画はここまでとしておきます。次回は現在映していますこちらの車内の様子、さらに東室蘭から特急すずらんになりますが、特急すずらんでどこに向かうのか、そちらを次回の動画にします。それでは
本日はご視聴いただきましてありがとうございました。